我々の任務は化学兵器ワルキューレを占拠する反乱軍の鎮圧にある。5分後に降下地点上空に達する。各自降下準備に入れ。トップ、任務を中止しろ。ボーイ、ゾッゾ。ハンセン。何事だ。高エネルギー波が衛星に迫って。桃子をよろしく頼む。大佐、ぐずぐずするな。早く行け。兄さん。ここは。生き残ったのは6人だけか。ん？反乱軍のお出ましかな。武器系統に異常はない。派手にやってやるか。
ボーイ大佐、しばらくだな。こんな形で再会するとは。だがどうして反乱など。反乱？俺の任務は反乱軍鎮圧だ。ボンバー、お前は反乱軍じゃなかったのか。またジョーカーを引いてしまった。どうやら私たちははめられたようだな。俺の部隊を反乱軍に仕立て上げた奴がいるというのか。ファイナルゾーン作戦の時もそうだった。誰かがあなたを狙ってる。俺を？誰が？さあ。だがあなたは出来すぎた人だ。あなたに罪はなくても妬む者はいるだろう。何を言う。俺はただの軍人だ。人の恨みを買う覚えはない。あなたらしい言葉だ。目の前が暗くなってきた。完璧にはほど遠いが、あなたに殺されるなら本望だ。ジョーカーが笑ってやがる。ボンバー、これもボーイ大佐じゃないわ。生き残ってるのはあと一人だけ。それが大佐であってくれればいいけど。連邦軍のヘボ野郎ども！Thank you.
身分証。待て、そいつを通すな、捕まえろ。逃がすな。おい、待ってろよ。
どうして？どうして言っちゃうの？どうして一緒にいられないの？同じことを何度も言わせるな。任務がそんなに大事？もう何ヶ月もまともに話してないわ。いい加減兵隊ごっこはやめてよ。あいにく俺の趣味なんでね。薄汚い奴にただ踊らされてるだけじゃない。戦争なんてもうたくさん。戦うのはやめて。このままじゃいつか兄さんみたいになるわ。ボーイ、見てみろ、ナップだ。奴らこんなもん隠してやがった。こんなもん着ることになるとは思ってもみなかったわ。桃子、心配するな、ボーイのことは。心配なんかしてないわよ、あんなやつ。いつまでも兄さんのことでうじうじして、自分が兄さんを殺したとでも思い込んでるのよね、バッカみたい。じゃあやっぱり知らなかったのか。え、何を？実はな、ベルダー大佐は生きているんだ。え、兄さんが？本当なの？ああ、そろそろ行くぜ。急いでそいつを着な。
ハンナ少佐、生き残ったのはお前だったか。仲間は全滅よ。爆発前の通信を聞いたか。かつての部下ランディ・ハンセンだった。ゾッズとか言ってたが。連邦軍の秘密組織よ。最新兵器の開発が任務なの。ナップを作ったのも奴らよ。ハンセンはゾッツの直属部隊に配属されてたから、何か情報掴んだのね。大佐、これからどうするつもり？任務が罠でも化学兵器があるのは確かなようだ。じゃあそこへ急ぐぞ。ボーイ、あのナップ見覚えない？部下は全滅したはずだ。落下した死体から剥ぎ取ったんだろう。油断するな。やはり生き残っていたか。ボーイ、悪運の強さは俺以上だな。その声、まさかベルダー大佐？いや、そんなはずは。
まだ信じられないな。ファイナルゾーン作戦の時に死んだとばかり。極秘調査部隊への配属が決まっていてな。任務の性質上、身分を消すために死人になっておく必要があったのさ。なんで調査部隊のあんたがここに？ゾッズの陰謀を嗅ぎつけたのだ。ボイ、アレフ・ロイマンを知ってるか？アレフ・ロイマン？どこかで聞いたような。天才的な技術者で、事実上ゾッズを掌握しているやつだ。どうもファイナルゾーン作戦にもロイマンが絡んでいたらしくてな。アレフ・ロイマン。あ、もう随分昔のことだが、政府のブレーンや軍のお偉方が集まって、新兵器大陸レーザー砲の公開テストが行われた。模擬戦の中、新兵器は予想以上の効果を上げ、開発者はほくそ笑んでいた。だが終了間際、ハプニングが起きた。ハプニング？1階の伍長がいとも簡単に新兵器を破壊してしまったのさ。恥をかかされ、兵器開発プロジェクトから外された開発者は、その伍長を殺したいほど憎んだらしい。その伍長がかつてのボーイで、開発者がアレフ・ロイマンってわけ。We'll be right back.
遅かったじゃないか、ベルダーさん。待ちくたびれちまったぜ。いいもん着てるじゃないか。新型か。俺のお古と取り替えないか。兄さん。やあ、桃子。お前まで出てきちまって。なんで知らせてくれなかったの？兄さんのことで私たちどんなに苦しんだことか。ハンセン、どうしてここに？なんで桃子まで？一人で来たんじゃ追い返されると思ってね。ボーイ、まんまとゾッズのゲームにハマっちまったな。化学兵器の正体は何なんだ？バイオウェポン製造装置だ。タイナップ船に開発されたな。タイナップ船に？私たち奴らの作った兵器に踊らされてるってわけ。ここは外から見りゃただの管制塔だが、実はバイオウェポンの培養工場なのさ。この先には化け物どもがうじゃうじゃしてるぜ。私そういうの趣味じゃないのよね。そいつは残念だけど、がっかりするのは早いぜ。獲物は化け物だけじゃないんだからな。どこかに俺たちをはめた張本人が隠れているはずだ。アレフ・ロイマンだな。面白そうじゃない？どんなジジイかいっぺん見てみたかったのよ。ロイマンが。ボーイ大佐、いよいよね。みんな、俺のためにこんなところまで引っ張り出してすまなく思ってる。俺たちは好きでやってるんだ。むしろ感謝したいくらいだよな、ハンセン。そういうこと。みんな、きっちり落とし前をつけてやろうぜ。
Thank you.
どこまでも卑劣なやつだな、ロイマン。貴様らに天才科学者と呼ばれたこのロイマンの苦しみはわかるまい。人生を投げ打ってまで作り上げた芸術の数々を、ボーイ、お前がその汚らしい手で台無しにしたのだ。汚いのはどっちよ。お前たちは血に飢えた獣者だ。こいつ同様、偉大な天才を侮辱した報いを受けねばならん。そうではないか。そんなに俺を殺したいか。お前の言う通り、俺の手は血で汚れきっているかもしれん。ロイマン、そこまで俺を憎いなら、お前の銃で俺を撃て。どうした？そんなに自分の手を汚すのが怖いか？バカなやつだ、ボーイ。私をその辺の老いぼれと一緒にしないでほしいな。いかに訓練されていようと、この距離ではどうにもなるまい。命乞いをするのはお前の方だぞ、ハワード・ボーイ。初めからそうすればよかったのだ。お前の頭脳がどんなに優れていようと、お前自身は屈折した殺人者だ。それ以上でもそれ以下でもない。もはやこれまでだ、ボーイ。最後まで英雄を気取っていられることに感謝しろ。本当に初めからこうしていればよかったんだ。